上り線広川インターチェンジ付近湯浅五房道路は和歌山県五房市野口から和歌山県有田郡有田川町天満を結ぶ自動車専用道路である近畿自動車道規制線に並行する一般国道42号自動車専用道路として整備されたネクスコ西日本が一般有料道路として管理している 一般有料道路であるが ETG の通勤割引機が適用される。当初は日本道路公団が1990年に施行命令を受けて完成に車線で建設されたが交通量増加に伴い渋滞が激しくなってきたことから2010年に4車線化の都市計画が決定し2013年に事業化され2021年内の4車線化を予定している。また、 4車線化事業に合わせて、川辺インターチェンジのフルインター化も進められている。半和自動車道に並行していて事実上一部区間となっているため、一般的には、和歌山方面が上り線、白浜方面が下り線となる。また、インターチェンジ番号についても、半和自動車道に合わせて、終点の有田 IC から、起点の5房インターチェンジに向かって番号が振られている。は、 並行する一般国道自動車専用道路を示す。有田 IC 有田南 IC キビ湯浅パーキングエリア湯浅インターチェンジ広川 IC 広川南インターチェンジ川鍋インターチェンジ五房インターチェンジ。ありがとうございます。